1971年の近鉄バファローズでは、1971年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、岩本隆監督の1年目のシーズンである。三原治前監督の優退を受けて、岩本新監督が就任したこの年、チームは鈴木啓治、佐々木光一郎、清吉敏彦などの投手陣の活躍もあり、 開幕から好調で4月を首位で終了。しかし5月以降は、前年の4位から雪辱を期す半球が、首位の座に立ち、南海との A クラス争いが、シーズン終盤まで続いた。最後は、南海の追い上げを振り切って3位を確保するが、半球に18ゲーム差、2位のロッテに、それぞれ14ゲーム差を離されて、全日程を終了。 投手陣は鈴木が21勝を挙げて5年連続の最多奪三振を獲得し、清が15勝、佐々木が14勝、2年目の神戸と塩が10勝とに桁勝利4人を出し、防御率ベスト10にも入る好調でチーム防御率は優勝の半球に次ぐ、リーグ2位の3.22を記録し、被安打もリーグ最小だった。打撃陣は4番の土井正宏が、 阪急の長池特使と本類打を争うなどの活躍で、チーム本類打はリーグ3位を記録するも、土以外の選手が不調で、チーム打率、得点ともにリーグ4位に終わった。成績は前年と横ばいだったが、それでも三原監督時代の1969年、以来3年連続の A クラスとなり、岩本監督の1年目は、最先の良いスタートとなった。ありがとうございます。